今日は猫カフェにどんな目的で来たんですか？今日は、じゃあなんと2ヶ月ぶりに来ました。仕事でも楽しんだり、猫のぬくもりが恋しくなって、ちょっともうそろそろ我慢できにゃいっていう感じなので会いに来ました。あとは子猫2人が今日で最後なので、選別を持ってきたのでお別れの挨拶。実際に子猫を今日初めて触ってみてどうですか、感想は？いやー、たまらないですね。その辺がもう毎回子猫来るたび思うのは、もうやっぱいるだけで天使、大人も猫もみんな天使みたいだけど、もうそのちっちゃい手、肉球の大きさとかも全然違うし、もう好奇心旺盛なのと、何もしなくても寄ってきてくれるこの照れ具合が可愛い。ありがとうございました。